合同会社オフィスワオンの CEO を務めさせていただいております、三星ゆりかと申します。もともとは10年前に音楽教室ワオンという音楽教室として開業いたしました。その中でピアノの指導やリトミック音楽療法、ピアノの演奏、あとはセミナーの活動などもさせていただいております。生徒数4名で始めた教室だったんですけれども、ありがたいことに1年で口コミだけで50名の満席教室となりました。2015年に5歳にも伝わる音楽理論オリジナルメソッドを開発いたしました。友人の中に昔ピアノを習ってたけれども今全く弾けないっていう方がすごく多くて、なかなかこう一生ものの趣味にできないっていう方が多いんですけれども、そうするといざピアノを弾いてなんかこうストレスを紛らわそうとかって思った時に、せっかく習ってたピアノを味方につけることができないっていう現状を知って、なんとかこの今習ってくれている子たちが大人になった時にもピアノを趣味にできるように、音楽のルール原理原則を学んでいないからだなっていうことに気がつきました。じゃあなぜ音大受験を見据えたお子さんにしか教えていないかというと、音楽理論っていうのがすごく難しいと捉えられやすいので、絵本の世界に入り込んだような形で楽譜の読み方のルールを学ぶ、そうすると応用を聞かせることができるので、応用を聞かせると一生ものの趣味特技にできて、音符がいっぱいあるっていうだけで楽譜を閉じちゃうっていう大人が少しでも減るようにというふうに考えてこの理論をお伝えしています。実際にこの1年で50名の満席教室になったっていうのも、この伝え方が分かりやすいっていうお声を一番いただいてるんですけれども、じゃあこの指導の仕方っていうのを全国そして世界に広める方法はないのかなというふうに考えた時に、現在開発中の世界初となる音楽動画学習アプリスミューズの開発という考えに至りました。音楽理論をサブスクリプションで学ぶことができるというアプリが国内初そして世界初になります。音楽理論というのは、例えば楽譜を読むとか、その曲について知る、演奏を豊かにするっていうのにも全てルール、原理、原則があって、そこを学ぶっていうのが音楽理論になります。とにかくピアノが好き で5歳の時に初めて、今も27年間お世話になっている師匠の門を叩かせていただいた時に、もうそのレッスンがすごく楽しくて、もうピアノって練習すればするほど上達するし、なんとなく悲しい気持ちの時は悲しい音になったり、嬉しい時は弾むような音になったりっていうのを5歳ながらにしてすごく楽しいなっていうふうに思って、とにかく好きだけでやってきたんですけど、やっぱりその天才ではなくて才能もなかったので、人一倍練習をしなきゃいけないし、練習をしても私の方が練習をしたのにあの子よりもうまく弾けなかったっていう経験もあったり、悔しい思いもたくさんしてきたので、不器用な子の気持ちっていうのが人一倍私は分かるというふうに思ってます。それが一つ私の講師としての強みだと思っていて、頑張って音大には入ったんですけれども、音大に入学すると周りには昔すごいコンクールで名前を知ってる覚えてるすごい子たちが同級生にたくさんいて、私はもう底辺の底辺で、最初の実技試験とかはすごいもう点数も低くて、なかなか思うように弾けなかったり、悔しい思いもたくさんしたんですけれども、入学式の次の日から大学が門が開くのが7時半で、9時半まで大学が開いてるんですけど、その間中ずっと練習室に引きこもって、講義がない時はもうひたすら練習をするっていうのを4年間続けていると、ありがたいことに実技試験でも優の成績をいただけるようになって、まあ、学年でもこう上の方に行くことができて、で最終的に学長賞をいただいて卒業することができたという実績があるので、もう不器用さんでも弾いてた才能がなくても上に行くこともできるんだよっていうことを伝えたいなっていうふうに思いました。あとは音楽療法士の資格があるんですけれども、音楽療法っていうのはその場その場でお子様ですとか高齢者の方ですとか、病院でいうと患者さんにあたるお相手の困りごとに合わせて音楽を提供しなきゃいけなくて、なんでそれができるかっていうと、全部はその理論をしっかり勉強してるからだな、音楽のルールが分かってるからそれができるんだなとか、楽譜をパッと見た時に弾ける能力っていうのも楽譜の読み方のルールが分かってるからなんだなっていうのを思ったので、それをお子様方に伝えたいなっていうふうに思いました。
他の教室から移ってこられる生徒さんとかもたくさんいらっしゃるんですけど、すごい曲を弾いてるのに楽譜が全く読めないっていう方もいらっしゃったり、昔すごいコンクールに出てたっていう友人と会った時に、いや私楽譜読めないからっていう方とか、好きな曲を弾きたいと思ってもどう伴奏をつけたらいいかわからないとか、習った曲しか弾けないっていう方もすごく多くて、ここはこうだからこういう表現をしてねみたいな指導が入るからその表現で演奏ができるけど、楽譜の裏側を読み取る力みたいなのがないと本当に表情豊かな演奏にはつながらないっていうふうに思うんですけれども、その表情豊かな演奏をするにしてもルールが分かってないとなかなかそこには結びつかないっていうところがあります。一番初歩のもの、それこそ5歳に伝わるものだと楽譜の読み方、それから音の聞き取りがあります。小学校以降だと腸の仕組み、例えばその曲の雰囲気をつかむためにシャープとかフラットが多い曲をもうそれを見ただけで楽譜を閉ざしちゃうっていう方も多いんですけど、シャープフラットが多くても何にも怖くないんだよっていうのもそのルールを学ぶことができたりとか、あとはたくさんあの音楽の用語ってあって、用語を丸暗記する方が多いんですけど、実はそれ丸暗記じゃなくって、イタリア語の言語がどういう意味なのかっていうのを知ってると、その言語の意味を想像しながら演奏することができるので表現豊かな演奏になる。あとは楽譜の構成を知るっていうところですね、を学ぶことができます。ハーバードとかスタンフォードって数学とピアノとかでも行けるんですよ。絶対音感は別なんですか？絶対音感を学べるって仕組みもそこで、へー、はい、すごい。お家を建てよう、どんどん建てよう、そこで理論をこのアプリで学んでいただいて、演奏技術とかはそれぞれの音楽教室で学んでねっていうことで、この音楽教育の活性化にもつながっていけたらいいな。これ絶対音感ゲットしたいですね。めちゃくちゃ楽しみですね。ありがとうございます。